スノーマン・ラウールの TGC ステージを振り返る多くの人に支えられ表現した20代に突入して放つ魅力。9月2日、埼玉スーパーアリーナにて第37回マイナビ東京ガールズコレクション2023オータムウィンター以下 TGC が開催された。多くの人気モデルやアーティスト、インフルエンサーが出演する中、今回10回目の出演となるスノーマン・ラウールも登場。例えば、ラウールのダンスの師匠であり、ステージのディレクション、コレオグラフを手掛けているリエハタ。9月2日、TGC のステージが終わった後に配信したインスタライブで、ラウールは赤いベレー帽をかぶって登場、俺10年くらいかぶってるわ、と語ったそのベレー帽は、リエハタグッズであったのだ。9月5日、リエハタは、TGC 当日に撮影したであろうそのベレー帽姿のラウールとの2ショットを自身のインスタグラムに投稿。そこには、シャープこの帽子ラウールが10年前に買ったリエハタグッズ、シャープ練習でも本番当日でも被ってるの、シャープ天才末っ子、というハッシュタグが添えられていた。2人の師弟愛が感じられる投稿となっていた。